動物脱走の訓練が意味がなさそうということで見ていきたいと思います。まずはこちらですね。これは動物園のライオンが脱走した想定の訓練ですね。はい、このようにですね、まあ、本物のねライオンを使って訓練なんてできないので、着ぐるみでね中に人が入って訓練しているんですが、もう訓練している人たちもね笑っちゃってる。もうライオンもね二足歩行で前足で驚かしてるんですね、人を。もうこれはねしっかりとした訓練だと。これだけ訓練されていたら本当にライオンがね脱走しても大丈夫だという訓練をねしてくれています。次はこちらですね。虎ですね。もう人をね殺してます。しっかりと二足歩行でね仕留めた人の周りを歩いている虎ですね。まあもちろんこちらもね訓練なんですが、人を仕留めることにより緊張感を持たせていますね。こちらの訓練も素晴らしい訓練です。さらにこちらはクマですかね。このスタッフの方を襲って、で後から来たスタッフの人に押さえつけられているというね、もう遊んでいるように見える訓練風景ですね、こちら。まあ一人はね倒れていて、おそらくクマにやられたんでしょうが、もう一人はね鉄板のようなもので押さえつけている。こちらもしっかりとね訓練してくれています。そうね、こちらはゴリラですね。ゴリラはねもう力がすごいですから、やはり訓練でもねゴリラ脱走想定の訓練はね緊張感が違いますね。こちらもうネットを立ててゴリラをね足であしらう。もうゴリラ力が凄まじいんでね、もう訓練といってもこれぐらいのね緊張感を持たないといけないんですね。さらにこちらもゴリラですね。もうやはりゴリラは力がね凄まじいので、ネットでぐるぐる巻きにして大人数で押さえつけて運ぶというね、こちらも訓練なんですが緊張感がひしひしとね伝わってきます。さらにこちらもゴリラですね。もう膝を立ててね座っている。もうこれはゴリラにしかできない座り方ですね。もう本物のゴリラと間違えてしまいそうなね訓練です、こちら。さらにこちらチンパンジーですね。チンパンジーが逃げ出した想定の訓練、この側転をしているんですが、このパフォーマンス性はいるのかなと思うんですが、チンパンジーならね側転で脱走することも大いに考えられるので、こちら側転をしているのか、はたまた本当のねチンパンジーの可能性もありますね。側転をしているということは、こちらもねリアリティを求めた、リアルを想定した訓練をねしてくれています。次はこちらですね。これはホッキョクグマですね。もうこのレベルのホッキョクグマ、訓練だからといってね相当怖いと思うんですが、まあそこはしっかりね恐れずにこのネットをねホッキョクグマにかけてくれていますね。さらにこちらホッキョクグマの上から網をかけてね捕獲しています。もうこれね本当に脱走したんじゃないか、ホッキョクグマ本当に脱走してるじゃないかと思うんですが、これはね実は訓練ということで、このね網をかけられているホッキョクグマ、実はこれ作り物なんですね。まあ、このように実際にねホッキョクグマが脱走したかのような訓練をねしてくれているんですね。さらにこちらはシマウマですね。こちらもねやはりシマウマ四足歩行ということで、このシマウマはね実は中に人が入っているんですが、人がね二人中に入ることにより四足歩行をリアルにね再現してくれています。これもねリアリティを想定した訓練をしてくれてますね。さらにこちら競馬場ですね。競馬場も馬がね脱走する可能性があるということで訓練してくれています。こちら疾走感のあるね画像、こちらもう人なんですが頭にね馬の被り物を被っている。それ被る意味あるのかなと思うんですが、やはり脱走するのは馬ということでね、こちらも馬の被り物を被ってねリアリティを出してくれています。もうこれはね安心して競馬がね楽しめますね。さらにこちらマレーグマですね。マレーグマ脱走の想定です。恐ろしいですね。このマレーグマ想定非常に恐ろしいですね。この胸のところにマレーグマと書いている、マスクまでしている、メガネまでしている、もうこれは非常に恐ろしいね訓練ですね。マレーグマ想定、現場もね緊張感がね漂っています。さらにこちらはね、虎ですね。ディズニーにいそうな虎なんですが、まあ、訓練だからといって手は抜かない。しっかりね、痛めつけて、銃ですかね。で、狙いもね、つけてます。さらに担架でね、運んでいる虎を。虎って担架で運ぶんだと思ったんですが、その様子をね、さらに本物の虎が見ている。もうどっちが本物かわかりませんね、これ。担架で運ばれてるのが本物の虎か、はたまたこっちの左側の見つめているのが本当の虎か、どっちなんだと。それぐらいね、リアリティを再現してくれてます。このようにですね、動物園だったりのね動物が脱走するかもしれない施設では、もうこのようにリアルを突き詰めたリアリティのある訓練をねしてくれているんですね。なので動物がねもし脱走したとしても、普段このように訓練をしてくれているスタッフの皆さんにね安心して任せるようにしましょう。以上です。